皆さんこんにちは、健康の時間です。今夏に入れてますから、だんだん暑くなります。こういう時に私たち練習しながら、いっぱいの汗、新陳代謝より、私たちの冬の陰の寒いの湿気の気は、体はどんどん外に出して、そうすると健康になるでしょう。当然にこの時にバランスは重要です。もし陽の気は強すぎ、そうするとまた陽の病気と実の病気もあるなりやすい。だからこの時にバランスは一番重要。要は朝太陽弱いる時に私たち気を取り入れて、そうするとバランスの気は取れるでしょう。ぜひこういう時期で私たち必要のいい気を取りましょう。健康になりましょう。